アーロン・サミュエル・アルテールは、ドイツのラインラントプ・ファルツ州・ラントシュトゥールのアメリカ軍基地出身のプロ野球選手。ウトウ・ミギウチ。韓国プロ野球の NC ダイノス所属。性の正しい発音は、アルティア。2009年の MLB ドラフト9巡目で、フィラデルフィア・フィリーズから指名を受け、プロ入り。2012年に、第3回 WBC 予選のドイツ代表に選出された。 2013年11月にはフィリーズの40人枠入りを果たした。2014年6月16日のアトランタブレーブス戦でメジャーデビュー。この年は2試合に出場し、5打席で2三振を喫した。マイナーでは A 級クリアウォータースレッシャーズと A 級レディング、ファイティンフィールズで計127試合に出場し、打率237、14本塁だ。 59打点13盗塁という成績をマークした。2015年は控え外野手として39試合に出場した。打率は241と低かったが、超打率489をマークした。2016年は57試合に出場し、打率197、4本塁打、22打点7盗塁と不審だった。 2019年5月4日にデーフとなった。2019年5月11日にウェーバー工事を経てサンフランシスコジャイアンツへ移籍した。5月19日にデーフとなった。2019年5月23日にウェーバー工事を経てニューヨークメッツへ移籍した。6月5日にデーフとなり、9日にマイナー契約で参加のトリプル a 級シラキュースメッツへ。 配属された。7月27日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。8月24日に再びィーフとなった27日にマイナー契約でトリプル a 級シラキュースへ配属された。2019年11月22日、韓国、久保リーグの NC ダイノスと契約した。登録名はアルテオ。2020年は31本類が。 108打点、22通る予記録、NC は韓国シリーズで初優勝した。身体能力が高く、フィリーズでは将来のチームの主力選手として期待されていた。ありがとうございます。